この辺が全体的にガチガチになってるんですね。特にこの辺、はい、どんな感じかって言ったら、はい、冷凍庫の中に入ってるお肉みたいな感じでガチガチに硬くなってます、はい、でそれがね、首が動かなくなったりとかする原因になったりしてるんですね、はい、でそれ今から生肉に戻していくんですけど、その過程がとても痛いです、はい、で、この背中の疲れって実は足の疲れから上がってくることが多いので、はい、足から、ね、しっかり緩めてきますからね、はい、今からが本番、頑張ってね、はい、お願いします。で、触っていきますよ、はい、まあ、ここ足はまだ気持ちいいからね、はい、結構ずっと見てくれてたんですね。あ、そうですね。ありがとうございます。機会があったらと思って今回の機会はね、では今からが本番、ふくらはぎ頑張って、こう、こんな感じの強さ。痛いですね。痛いですよね。みんなが痛がってるのは俺がね、ここは痛いって形です。痛い段はどんな感じかって言ったら、はい、冷凍庫の中で、カチカチになってるお肉みたいな感じだから、はい、それを解凍していくのが痛いんですね、あ、ここ、あ、この辺痛い、この辺痛い、よく聞く。あと安いステーキ肉食べたりとかしたら硬くて飲み込めなかったりするじゃないですか、はい、あれを肉叩きハンマーでどんどん叩いて柔らかくしてる感じあ、結構痛い痛いここだね、痛い痛いっていうのは嘘じゃなかったでしょ。嘘じゃない、本当に痛いですここ硬いんですかね、そこがやっぱりここは硬いんですよ。この疲れが上がってきて腰とか背中とか肩とかに上がっていくんですね、はい、それは嬉しい。当店はどうしても初めの1回目がめちゃくちゃ痛いんですね、はい、で1回目が痛すぎて2回目になるとそこまでじゃないんですよ、うんうん、で続けてくれると、あれ先生痛くなくなってきたって言うんだけど、はい、遠方だったりするとね、なかなか2回に来れなかったりもするので、怒ってる方は先生っつって3ヶ月に1回ぐらい定期的に来られる人多いですわ、はい、皆さん遠いところからも来られてるんですね。はい、ありがたいことにね。九州系が多いかな、九州の神奈川、あ、そうなんだ、うわ、ここでは、ここ、うわ、ここ買った痛いです、すごくここは
ここ。これ硬い。痛いです。痛いってことは硬いですね。痛いってことは硬いってことだし、悪いってことですよね。悪いってことですか。これが腰痛に上がってきてるみたいなね。ここも硬い。痛いよね。痛いですね。太ももを触っていきます、はい、太ももってね、椅子に座ってると圧迫されるので、はいはい、腰痛の原因になったりしやすいんですね、はい、なのでね、ここしっかり緩めていきます、はい、私がわざわざ説明したってことは痛いってことだから ね、 そうですね、ここ痛い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 、わあ、ここわあ、変わったない、お仕事ご苦労様です。立ったり座ったり。太もも硬いんですね。太もも硬いですね。何気に腰が痛いからっつって、まあ、腰に湿布貼ったりしがちなんですけど、実はね、足のこの辺とかに貼ってあげたりとかしてあげる方が腰痛が原因解消されたりしやすいんですよ。それもしたことなかったですですよね、はい、どうしても足の筋肉って後ろ側、はい、内側、はい、外側、前側ついてるんですね、はいはい、その疲れが全部腰に出てくるので、はい、全体的にね、硬いとこを緩めてあげる方がより効果的って感じですね、ないですか？そんなに近場のマッサージ屋さんは、はい、大手のマッサージ屋さんだけなのかな、なんかあんまり、まあ、うちの押し方が独特です。あ、まあ、そこも痛い。やっぱりね、この関節の際の近くを押してあげた方がやっぱり効果的なので、あ、
ね。こんなとこが痛いんですよ。ここ硬い。はい。硬いです。硬いですね。